はい、どうも、お疲れ様です。今回ね、あんまり当てにしないでもらいたいんで、こっそりとこの動画あげますけども、あの、よくトリガーっていう言い方しますよね。これは、材料に対して、こそっとね、利益を抜いちゃえっていうね、超反爆死みたいな考え方なんですよ。で、これの精度を高めていくのも、ファンダメンタルをやっていく上で、たまに使う技術なんですよね。まあ、というのが、代表的なのは、介入とか材料ですけども、大きく介入なら3円とか4円とか5億円ですよ。 場合によっては円円とか6円動きますじゃあその5円6円動くうちの2円とか3円は取る方法ないんだろうかっていうことなんですけどもこれあるんですよねえそれから材料は毎月何回か来ますけどもそこでもねやっぱり1円前後動くわけですよねじゃあその1円のうちのどっかで20ピップスとか30ピップスこそっと抜くことはできないのかってことですけどもそれがあるんですよこの技術がトリガーっています で、今回ね、週のどこかでやってきたんですけども、CPI トリガーっていうのがあります。CPI っていうのは材料の一つなんですけども、これが起きるかなっていう時に仕掛けをしとくわけなんですよね。で、CPI が発表されるまでのチャートの動きはこういう風に昇降状態です。その時に、この151円の175から151円の005あたりに仕掛けをしとくんですよ。これがトリガーです。で、トリガーの まあ発案っていうのかね目安っていうのはこのヒゲ先を抜けたらトリガーが始まってえそして20ピップスほどは今回はあ取ろうかなっていうところです上下で20ピップスねこれを広げるとねこの幅を広げるとちょっとリスクが高まるんですよというのがどこまでこれが伸びるか分かんないからなんですよねでせいぜいせいぜいですよ1円ぐらいの幅で動くと思ったんでその5分の120ピップスをトリガーの 利格範囲にしたんですよつまりここで発動してここで利架するみたいな感じですただしロットは普段の10倍にしてますよってことです、まあ、これによってね20ピップスの利架なんですけども200ピップス分の利架になっていくってことなんですよいかがでしょうかね、えー、これはだからあの事前にお配りしたこの目安をもとに仕掛けた方はおそらく同じように利益取れてると思いますよ で、これをね、30ピップとかに増やしちゃうと、ちょっとね、リスク高まるんですよ。うん。で、50ピップとかにしちゃうと、もっとリスク高まります。結果的にはね、それでもうまくいってるんですけども、まあ、幅を狭くして、確実性を増しておいて、そこに、普段の10倍とかね、20倍のロットをかけていく。これはもう資金量とか関係ない値ですから、その分、ギャンブルになります。普段はね、 ロスを受けても全体資金の1ままででで最大で2、ま、でっていうふうなあくくりをつけてますけども今回はそれを解放してですね資金量に関係なく普段のロットの10倍そのための証拠金を瞬間的にも積んどけばいいってことになりますんで、まあ、証拠金を増やさない方はね10倍ではなくて普段のロットの2倍とか3倍にとど、えー、まるかもしれませんしねはいということでございました、えー、まだね慣れてない方は使わないでください発想があるってことだけ知っといてください